今年メジャーに挑戦した藤波慎太郎。今回はそんな藤波の面白いエピソードを50個紹介します。女性からもらった本命バレンタインチョコを藤波は義理チョコだと勘違いし、本人になんやねんこれなどと問い詰めてしまったそう。結果藤波は女性を号泣させてしまった。これが藤波のバレンタインの思い出。おっぱいは大きい方が好きですかという質問には、そこで人は判断しませんがあればなおよしと回答している。タケノコの里とキノコの山はどっちが好きかという永久不滅のテーマに藤波は、これは実に悩ましいと学者家のような口調で熟考した後、鼻差でタケノコと自分の中で決定づけていた。高校時代から趣味は中風呂と話していた藤波。阪神でバッテリーを組んだ梅野龍太郎とは風呂でのぼせそうになりながら配球などについて語り合っていたという。そんな風呂好き藤波に、俺の方が好きと対抗心を燃やしていたのが、阪神で2年連続最多セーブを取った後メジャーで活躍したオースンファン。当時プロ2年目の藤波は、新加入だったオースンファンにいきなり藤波は体が細いと指摘され、ご飯にチーズをぶっかけて食べろと衝撃のアドバイスを受けていた。2016年以降、藤波の請求難は突然思い通りにプレーできなくなる神経疾患のイップスが原因ではないかと噂された。しかし藤波はフィーリングだけで野球をやってきていて、技術的根拠がなかったため不調の時に立ち返れる場所がないことが原因と判断。巻き起こったイップス論に対して藤波は、ふざけんな、誰がイップスやと感じていたそう。2014年の開幕前に韓国の球団と練習試合した時、藤波が投げた球が驚きの球速186キロと表示された。当然ご表示だったものの、同僚マートンに、藤波さん186キロレジェンドですとおちょくられると、藤波は、出ました、人類最速ですと喜んでいた。ファンにセクシービデオは見ないのかと聞かれた藤波は、愚問だな、むしろ見ない男がいるのかと、と女性ファンも見ている中、本音をさらけ出して男の気持ちを代弁してくれた。藤波は AV のサブタイトルを考えている人を天才マジの文豪と尊敬している。経験人数を聞かれた藤波は、お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているかと反問で問いかけ、相当な数がいるのかと思わせたが、ごめんなさい、大したことないですと大きく見せたことを平謝りしていた。高卒1年目の19歳の時、藤波は番長中田翔と阪神の先輩西岡剛、鳥谷隆に連れられて、やむなく水着姿の美女21人との派手なクルーザーパーティーに参加していた。特例で5年目に一人暮らしが解禁された藤波は、週刊誌がついてくるから合コンには行かないと話していたが、東京遠征時に女子アナと朝まで合コンしていたのが週刊誌にキャッチされ、球団から厳重注意を受けてしまった。2020年3月にプロ野球選手で初めてコロナに感染したと報道された藤波。ワインやコーヒーの香りがしないと自らの症状を明かし、周知になればと実名公表の理由を語った。これにダルビッシュからは、自分の体に敏感な証拠、これで関係者の感染リスクもかなり抑えられたはずと褒められるなど、世間では藤波の態度に称賛の声が上がった。しかし藤波は感染する2週間前に、他の同僚と共に大阪の歓楽街である北新地のまま含めた女性たちと食事込みの密会に出席していて、参加者の多くがコロナに感染するというクラスター合コンが発覚。おまけに藤波は吉高由里子にの女性と LINE を交換していたことまで報道された。当然コロナに敏感だった世間からは大バッシングを食らい、藤波はスーツ姿で軽率だったと謝罪する事態になってしまった。クラスター合コン事件から再出発しようとした矢先の2020年5月、藤波はアラームをセットし忘れて練習に遅刻してくると、矢野監督に、あいつ自身が変わらないといけない部分はあると言われ、無期限での2軍降格を言い渡されてしまう。2020年8月5日の阪神対巨人の試合前に、巨人の北村匠が円陣で、相手ピッチャー藤波さんですけど、当てられる前にしっかりバットに当てて初回からエンジン全開でいきましょうと藤波をからかうような劇を飛ばすシーンが公開されると、 SNS で大炎上し、巨人は動画をすぐさま削除する事態に。しかしこれに藤波は、別に騒がんくてよくねって思った、むしろセンスあるやんと無傷だったよう。ネットではたびたび叩かれてしまっている藤波。エゴサに関して若い頃はしていたそうだが、今は怖いからしないという。もし目に入った時は話題にしてもらっているうちが花と言い聞かせ前を向いている。今年念願のメジャー挑戦の旅が始まり、オークランドアスレチックスに加入した藤波。年俸は去年阪神でもらっていた4900万円から10倍アップとなる4億から5億と見られている。同世代のライバル大谷翔平について聞かれた藤波は、世界一の選手、アメリカでも注目されているとは思っていなかったので、いい勝負を見せたいと意気込みつつも、記者に、大谷から三振を取ってくださいねと言われると、ホイホイと手を動かしながら、全部敬遠してやるだけですと話し、笑いを誘っていた。藤波は今年2月28日のオープン戦で早速大谷と投げ合った。この日大谷は打者として登場することはなかったので、直接対決はお預けとなったが、試合前には2人並んで投球練習する姿や話をする姿が目撃されたのだ。ただ藤波は、ああカメラに抜かれてんやろうなぐらいの、それぐらいの感覚でしたと余裕ある姿を見せていた。
2016年7月8日の広島戦、藤浪は先発登板するも制球難に苦しみ3回で5失点。ここで降板かと思ったが、藤浪はなんと8回まで続投されて161球も投げ、8失点を喫して敗北するという采配に違和感しかない試合だった。試合後、金本監督は今日は何球投げようが10点取られようが最後まで投げさせるつもりだったと発言し大炎上。この藤浪の161球事件は最近アメリカでも話題になり、藤浪はこれを克服し大リーガーになったと紹介している。好不調の波のある藤浪は阪神のホーム甲子園でひどいヤジを飛ばされることも多かった。ヤジは日常茶飯事と語る藤浪曰く、アホ、帰れ、ボケなどなどはたびたび言われているそうで、甲子園についてホームのようでアウェーのようなと複雑な心境を語っていた。2016年6月2日、仙台まで乗り込んで迎えた楽天との交流戦に先発登板した藤浪はヒット1本に抑えて完封勝利を挙げた。そしてお立ち台で藤浪は、仙台はね、ヤジも少なくてすごく投げやすかった。関西のファンと比べるとすごく温かく応援してもらったと真顔で話していた。藤浪は母校の大阪桐蔭を訪れる際、監督の大好物であるベビースターラーメンを差し入れるのが恒例。ただその数は凄まじく、2015年の96袋に始まると、2016年には600袋、2017年は750袋プレゼントし、2018年は780袋に増加、そして2019年は800袋を届けた。袋いっぱいに入ったベビースターを抱えた藤浪は、来年はおやつカンパニーさんが提供してくれへんかなとつぶやいていたそう。すると2019年2月に藤浪の元におやつカンパニーから話題提供に対する感謝状と大量の非売品ベビースターが届いた。藤浪は、正直ギャグで始めたことだったのでとびっくりしながらも、お酒のつまみとしても好きと喜んでいた。2021年4月16日のヤクルト戦、先発した藤浪は5回にツーランホームランを放ち、6回途中無失点でマウンドを降りた。そしてこの試合は藤浪の本塁打の2点のみでの勝利という球団48年ぶりの珍事で、藤浪は大阪のおばちゃんみたいなユニフォームを着ているので、しぶといバッティングをしてやろうとと振り返っていた。そんな打者としても力のある藤浪、2015年には得点圏打率3割5分3厘を記録し、2018年には NPB 21世紀初となる投手として満塁ホームランを放った。2021年4月9日の DeNA 戦、先発登板した藤浪はシーズン初勝利を挙げた。試合後のお立ち台で藤浪は、ルーキー佐藤輝明がこの試合で場外ホームランを放ったことに言及し、見たことない、ベンチは全員ドン引きですとにやりと話して笑いを誘っていた。藤浪はコントロールの乱れから四死球が多く、乱闘騒ぎに発展することもあった。ヤクルト山田哲人にはデッドボールを怖いと思ったことはほぼないけど、藤浪だけは怖いなどと言われ、2020年3月のヤクルトとのオープン戦で藤浪は投げている時に、当たったら死ぬぞおいとヤクルトベンチからヤジを浴びせられてしまう。インスタグラムのストーリーでは、ファンや同僚からの質問回答でたびたび盛り上げている藤浪は、ある時プチ恋愛セミナーを開講、気になる女性がいます、どうしようという質問に藤浪は、まあとりあえず押しましょうと勇気を与える回答、さらに振られたら俺みたいな魅力的な男と付き合えないのは残念だなくらいに思いましょうとアドバイスしていた。ファンからのインスタのアカウントは本物ですかという質問に藤浪は、逆に6万人集まる偽物ってすごくないとマジです、申請してもなかなかインスタグラムの公式マークがつかないことにはどないなってまんねんインスタグラムはんとキレ気味だった。藤浪がツイッターをやらない理由は変な人が多いから、インスタ民は優しい人が多くて感動している模様。月10万円のお小遣い制だった大谷など、高卒新人選手は親が給料管理をするケースも多いが、藤浪はルーキーの時から親に自由に使ってくれていいと言われ、いきなり月給換算125万円の大金を全て自分で管理していた。ただそんなに使うつもりもないと1年目の初月に貯金を意識する発言を残していた。同僚に、なんでそんなに部屋が汚いんですかと聞かれた藤浪は、部屋が汚いことに理由なんてないでしょと言い返した。ただ自分ではどこに何があるかわかると言いながらも、物を探すことがよくあるそう。2歳で始めた水泳は中学3年生まで続け、英力検定で1級を取得するほど努力した。なお幼少期には水泳インストラクターだった巨人小林誠司の母から教わったこともあるという。現在身長が200センチ近くと非常に高いことで知られている藤浪は、小1で小4の平均身長と変わらない138センチあり、小学校卒業時には180センチを超え、中学校卒業時には194センチまで伸びていたそう。そのため小学校時代から高校生が投げていると勘違いされていた藤浪、中学の時には大人顔負けの球速142キロまで伸びていた。藤浪は野球選手にしては珍しく勉強もできた。5教科のテストで450点取ったこともあるそうで、中学時代に英検準2級を取得している。高校受験の時には毎年京都大学や大阪大学など超難関大への進学者を多く輩出する大阪桐蔭高校の進学コースを受験することを検討するも、野球部に入れないと知ると諦めて体育コースに進学した。自分の固定観念に縛られたくない、いろんな考え方に触れられるので読書は僕にとって貴重と話すほど藤浪は読書家。高校時代には藤浪が言った四字熟語の意味がチームメイトは分からず全員がポカーンとしたこともあったそう。
高3に上がる年の選抜高校野球では初戦でいきなり大谷翔平率いる花巻東高校と対戦した。試合前には藤浪と大谷の両怪物のデータが比べられたが、視力は2人とも驚異の 2.0 で、参考にした投手は共にダルビッシュだった。大谷との選抜の対決では藤浪は大谷に先制ホームランを打たれた。しかし7ヶ月ぶりの公式戦登板とブランクのあった大谷が中盤以降崩れて11四死球という大乱調で、結果藤浪に軍配が上がった。この時藤浪は大谷に自分より大きい人はいないと思っていたと身長の高さに驚かれていた。その勢いで藤浪と後輩の現オリックス森友哉の最強バッテリーを中心に選抜を制した。そして夏の甲子園では藤浪の球を受けた森は負ける気はしませんでしたよと振り返った通り、準決勝と決勝は完封勝利を収め、史上7校目の春夏連覇の立役者となった。そしてドラフトでは4球団から1位指名を受けて、抽選の結果阪神に入団が決まった藤浪、日本一の投手になると宣言しながらも、特に1年目の活躍にはこだわっていませんと長期的な視野を持つ冷静さを見せていた。一方で高卒メジャー行きを決断していた大谷に対しては、自分には到底決断できないことと最大限の敬意を表していた。藤浪は2013年高卒新人最速デビューとなる開幕から3試合目で先発登板を果たすと、8月には4勝防御率 1.09 という好成績を残して、セリーグ史上2人目となる高卒新人月間 MVP を受賞。さらにセリーグ46年ぶりとなる高卒新人2桁勝利を達成した。プロ好き藤浪はプロ2年目で慎太郎の湯という自身プロデュースの入浴剤が発売している。2014年は11勝を挙げた藤浪は、翌2015年オールスターでは投手史上最年少 MVP を受賞し、最終的にはシーズン14勝を挙げ最多奪三振のタイトルも獲得。高卒新人で3年連続2桁勝利は松坂大輔以来だった。藤浪は練習で、これは無駄じゃないですかとコーチに逆らうこともよくあったそう。ある時阪神の大先輩江夏豊はキャッチボールの重要性を伝えたが、藤浪は聞く耳を持たない、自己流と吐露している。藤浪は2016年の年俸1億7000万円をピークに6年連続ダウン。最初のダウンではいい発見になったと話していたが、2018年は数年チームの戦力に慣れていないと話し、2019年には不本意と年を追うごとに焦りが見えた。それでも2021年のダウンの時は当然の評価、自分のエゴを貫くと自分の中で光を見つけたことを示唆していた。先日のアスレチックスの入団会見には、4日前から準備して臨んだ回もあり、野球選手離れした流暢な英語を披露した藤浪。富士山のように富士と呼んでくださいなどとユーモアを交えながら、最後は行くぞオークランドエイズと頼もしさを見せた。メジャーでのオープン戦では勝利も挙げた藤浪は、すでに新たな仲間に富士と呼ばれていて、グッドモーニングは日本語でなんて言うんだ、 How are you はと聞かれるなど輪に溶け込んでいる。かつて生まれ変わっても野球選手になりたいと話していたほど野球を愛する男藤浪、今年は単年契約でメジャーに挑戦し、20代最後の年に勝負を仕掛けた。というわけで今回は藤浪晋太郎の面白エピソードを50個紹介しましたが、この動画では大谷翔平の面白エピソードも紹介しているので、ぜひ見てください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。